どうやってやっとるのかはわからんが、ラムにはひょっとすると、ぽくり。寝るんかーい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、夏の月23日、さあやっていくか。5日後、夏の作物コンテストがあるから出てみたらどうかなって誘いに来たんだ。そうなの？夏に育つ作物があれば誰でも参加できるよ。夏の28日の10時から18時までの間に広場にいるヤーメイさんに作物を渡せば参加できるんだ。参加してみようかな。のび太くんが育てた作物がコンテストに出るのを楽しみにしてるね。それじゃあね。どうやったら星がいっぱい増えるんだろうか。やっぱ肥料とかなんかな、いまいちわからんけど、とりあえず作物はね置いてあるんやけど、ちゃんとよいしょ。さあ水やりから始まる一日。トウモロコシできたってことは、とりあえず、まあ、前回収穫した分のトウモロコシはもう出荷しておこうかなね。どちらかといえばやっぱ新鮮な方を、まあ、関係ないやろうけど。あ、トマトもできた。ってことで、まあ、トマトも収穫したやつ、前回のやつは、あれだ。出しておこう。ってことやけん、はい、前回のトマトと、トウモロコシ。オッケー。で、今回分をとりあえず収穫し、あ、2回収穫したら終わるんやね。なるほど。まあ、延々にできるわけではないと。これから植えても多分、間に合わんよね、23日やったら。く。ってことはこれです。ってことはトウモロコシの方も終わりかな。これトマトどういうか、やっぱり 0.5 なのね。あ、トウモロコシはまだできる。トウモロコシは何回分？言うて日にちないけど、あと1回分ぐらいはできるかな。あ、ラムちゃん。やほい。どうも。さあ、とりあえず、あれなんよ。どこだった？洞窟、洞窟。あれよね、ブラシが必要やったんよね、確か。ちょ、一回確認しに。どれやった？なんかブラシで磨くじゃなかったっけ？右から二人目の石の顔をブラシで擦る。右から二人目。やけん、多分、カサジゾウ的な、違うかもしれんけど、なんかあったやんか。それをブラシで磨くんやと思うんやけど、あ、違う。違う。シーゼンタウン西。ちょうどね、前は、動物屋さんが閉まっていたから、定休日でね。何時からやった ?9 時から。ん？待って、もしかして。定休日じゃねえか。どんだけ定休日だよ。ん？なになになんか始まった？ふもふくんは目が好きなのね。ああ、笑っちゃってごめん。そんなに怒らないで。ラムちゃんさっきあっち行かなかったっけ？でもそんなにいつももじもじしてたら目だってわかんないよ。ふもふくんももっとラムみたいに堂々としなくちゃ。堂々と。ふもふくんって言うんやね、その子。話し声が聞こえてきたと思ったらラムちゃんだったのか。今誰かと話してなかった？ふもふくんだよ、ふもふくん。ふもふくんとお話してたの。ふもふくん？この間教えてあげたのに、のび太お兄ちゃん忘れたんでしょう。で、特徴がよくわからない。覚えてるよ。嘘やけど。やだな、覚えてるさ。ふもふくんでしょ？すごく、背が低くて。まんまる頭。それでね。ナイスガイ。適当なことばっかり言って全然違うじゃない。しょうがないからラムがもう一回教えてあげる。この子がふもふくんよ。テレ屋さんだからちょっと人見知りなの。ということはやっぱり、ラムちゃんは動物とお話ができるの？よくわからないけど、多分できてるんだと思う。みんなの言ってることをなんとなくわかる気がするし。
みんなもラムの言ってることなんとなく分かってくれてる気がするの。はい。お、なんでしょう。お願いじゃ。ラムや、ユウが探しとったぞ。ちょっと戻ってこれんか。ユウっておばあさんのことやっけ。なざられちゃん走り。ブルさん、ラムちゃんが動物と会話できるって知ってた？うん、知っとるよ。ほれ、この間も羊や牛の名前や性格をいろいろ話しておったら。そうだね。どうやってやっとるのかはわからんが、ラムにはひょっとすると、ぽくり。寝るんかーい。ブルさん、いかんいかん、お昼寝の時間じゃったか。早くね。お昼寝の時間？今のお話もう少し詳しく。また今度な。気になるなぁ。何、もしかしたら何なの？まあ、なんか休みではあったけど、いろいろと話は聞けたね。よかった。さあ、ちょっとそれじゃああれやな。キッチンを使いたいな。まだね、一回も使ったことないんやし。やけん、レシピを買いたいんやけど、定休日はいつだったかしら？あ、水曜日開店してる。よかったー。12時からか。それまでちょっと寝ようかな。12時。はい。階段上がってきたところで。めちゃくちゃ邪魔。あれ？追い出されたよ。のび太くん、ドラえもん、元気だった？ちょっと離れたくらいで大げさだな。なんともないよ。いや、まあ、毎日会ってるしね。出荷箱か。ドラえもんの秘密とかないと思うと不安で。のび太くんは僕自身じゃなくて、僕の道具にしか興味がないんだね。冗談だよ。それにしても他のみんなはどうしてるんだろう。例えば、スネオとか。スネオは料理屋だったね。スネオが料理、ちょっと心配だ。見に行こうか。絶対家で料理もしてないお手伝いさんおるもんね。そうだね、行ってみよう。レシピを買わせてよ。誰もいないね。トランさんやレスターさんもいないのかな。その声はドラえもん？あれ？スネ夫の声だ。どうした？のび太、ドラえもん、どうしたの？スネ夫、何かあったの？レスターさんが料理屋の試験として料理を作れって言うんだ。まあ、働いてるからね。作ればいいじゃない。そんな、まだ何にも教えてもらえてないのに、作れるわけないじゃないか。だからさ、ドラえもん、グルメテーブルかけ出して。何それ。グルメテーブルかけ？作らずに料理を出すつもりだな。そんなのダメだよ。ねえ、ドラえもん。そうだよ。レスターさんは今のスネ夫の料理を見るために試験をしているんじゃないの？ドラえもん、レスターさんにお願いしてあげるよ。何をだい？最高のドラ焼きを作ってくれないかって。ドラ焼き？買収しよる。そうそう、こっちに来てからドラ焼きが食べられないってぼやいてただろ。そうなの？僕がドラ焼きの作り方をレスターさんに教えて、とびっきり美味しいのを作ってもらおうよ。取引さ、どう？乗るんかーい。乗った。それはあるんやね、しかも。別に今できんのやったらできんでね、それが実力ってことでいいんじゃないの。それで追い出されることはないでしょ、別に。ドラえもんったら、よくないよ、ああいうの。のび太が言うな。つい。でも大丈夫かな。レスターさん、のび太くんたち来てたんだ。スネ夫くんには会ったかい？さっきまで嫌がったんだけど、料理の試験を出したら急にやる気になってね。作る間は見ないでくれなんて言うんだよ。スネ夫のやつ使うつもりだよ。どうなるんだろう。お待たせいたしました。早くない？早いね。すぐにできる料理なので。焦ってる焦ってる。まあ、時間かけすぎたら冷えるやろうしね。そう、フランス料理のフルコースになります。絶対作るの時間かかるやん。フランス？なんだかわからないけど楽しみだ。まずはアミューズ、最初に出すおもてなしの料理です。
どれ。こんな少しなの？まあね、フルコースだから。フランス料理は少しずつ出てくるんですよ。一気に出せないの？フランス料理だし。一気に出しておくれよ、頼むよ。そうだよ、スネ夫。一気に出してあげたら？すぐに作れるだろ？仕方ないな。じゃあ全部持ってくるよ。まあね、フランス料理を知らない人にフランス料理の作法とか言われてもね。あの量をすぐに作るっておかしいやろ。うん、美味しい。ということは試験は合格？でも何か足りないな。そんなはずは。グルメテーブルかけなら味は間違いないはず。愛情じゃね？これは本当に君が作ったのかい？何かが足りない。何か。中空いたな。だったら試験は失格？そうかも。どうしよう、僕が道具を貸したばっかりに。失格だったらどうなるの？別にどうもならないよ。試験って言っても、オイラが料理を食べるただの口実さ。そうだったの？心配して損したよ。グルメテーブルかけ返して。待ってよ、これがないとまた困るから、少しの間貸しててよ。でも、どら焼き。仕方ないな。ドラえもん。それじゃあ、スネ夫くん、もう一回作って。まだ食べるんですか？もっと食べるぞ。これは秘密道具がないと大変そうだ。結局そうなる。しばらく貸してあげよう。頑張ってね、スネ夫。のび太ドラえもん、手伝ってくれよ。作るわけじゃないんやろ、別に。逃げよう。めっちゃ泣きよるけど。さあ、レシピをくださいよ、レシピを。お、作ってる。あ、ご飯食べに来とる。ちょっと今考え事して、ちょっと今ご飯食べてるの間違いじゃね？いらっしゃい、もぐ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 。あ、何か買うの？買います。レシピを買います、私。あ、そう、調理器具も欲しいよね。一応レシピ一番安いやつ買おうかな。ということは？いちご牛乳やって、ミルクにいちごを混ぜたシンプルな飲み物、多くの人に愛されている。でも私、ミルクも取れんし、いちごも作れてないけんさ。もっとなんか、今作れそうなものはないんすか？ベッカフィーコとは？よもぎパン。ベッカフィーコ。魚の香草焼き？できそうな、できなさそうな、ブリ大根。まあ、一応買うだけ買っとこうか、何か。チーズケーキ、グラタン、ナマス。ナマスって何？人参や大根を酸っぱくした料理。あー、なるほどね。ベッカフィーコ。なんか特にそんなに安くないけど、でも魚なら取れるような気がしなくもない。冬の料理の代表格。ベッカフィーコ。わからん。買ってみよう。調理器具は？何が必要なんかがわからんねえけど、フライパンとかでいいかな。鍋？包装焼き？フライパンか。なんかだいぶ高いね。パンはパンでも食べられないパン。でも料理を作ることのできるパン。パンはパン、さっき読んだやつや。とりあえずこれで。まあ、レシピがなくても作れるんやろうけど、いろいろと。ん？私ここへは歩いてきたんだったかしら。あ、そうやったか。歩いてやね。隣から来たけん。とりあえず、よいしょー。まあ、すぐ隣やけど。ん？てか、私あれじゃない？これはあれですよね。水をやっていないことになっているよね。収穫した後だから。ふぅ、危ねえ。あ、そして鶏のお世話もしておかなければ。あの、鶏のさ、コッコちゃんの、見て、ハートがやっと1になったの。
前まで 0.5 とかやったけど、ふーって感じ。よしよし、ここ。え、今日は卵を産んでいないじゃない。どうしたの？体調が悪いんすか？よいしょ。そして、あれ？あった。はい、おやつ。そして、餌をやっておきますか。鶏の餌。オッケー。さあ、ということで、自動的にセットされたんかな、台所に。あ、ある！ちゃんとあるよ、フライパン。いや、感動的だね。じゃあ、これからどんどん台所がごちゃごちゃしていくってことかな。言い方があるやけど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あの遺跡の謎の石板的なものを集めていく予定やってんやけど、またしてもしまっとったね。まちょうどみんなの有効度的にね、いろんなイベントが起こったからよかったけど。なんか、イベント起こるとき一気に起きるけんよくわからんくなってくるね。